でもやっぱり14の立て直しも、はい、14の吸盤がまあすごい状態で、僕はその負債ごとプロジェクトを受け取ってるから、はい、本当にいろんなプロジェクトの利益に支えられて申請に向かって突っ走れたんで、まあ、だからあ、じゃあ受け取った時点でまずもう借金もお前の責任だぞってとこからスタートですか。いや、なんか気づいたらそうなってました、ね、おここは俺のせいじゃないからさすがに引いてくれてんのかなと思ってたら意外と乗ってたなと思って、はい、へえ。でも申請した2013年でしょ、2000年明けた2014年の1月末には全部返しましたよ。 Q14 からの開発費も含めて全部返、あ、違う、その翌年か15年ってことですか。2013の8月にローンチして、はい、そうですね、2014年の1月には Q14 からの総開発費も含めて黒字に転換しているので、そこからはずっと黒字です。すごっ、はい、だから MMO すげえ儲かるのに、なんかもう他の会社というか世界中あんまり手出さなくなっちゃいましたよね。はい、やっぱ14のせいですか。いや、それはない。多分かけるリスクに対して得られるリターンの確率、あのリターンはでかいんですよ、ただ確率は低いんだと思います。はあ、もうでも本当14投げた利益はもうちょっと自分数えてないですけど累計では、でもとんでもない額ですよね。とんでもない額だとは思います。